ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は簡単確実に体脂肪が落ちる納豆の食べ方について解説します。納豆を普段の食事で食べてますか？実は納豆っていうのは体脂肪を落とす効果がめちゃくちゃ高いので、ダイエット中に絶対に食べてほしい食べ物の一つなんです。ただしですね、納豆っていうのは食べ方を間違ってしまうと逆に太ってしまったり体調を崩したりすることにつながるので注意が必要になります。今回の動画では納豆のダイエット効果について解説し、その後に体脂肪を効率的に落とす究極の納豆の食べ方を紹介します。またですね、最後に納豆ダイエットで失敗しないための注意点をお伝えしますので、必ずですね動画は最後まで見るようにしてください。ちなみにですね、私が好きな納豆っていうのは黒豆納豆なんですけど、よければですねあなたが好きな納豆もしくはいつも食べてる納豆をコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。では早速内容に入ります。まず納豆のダイエット効果についてです。納豆をはじめですね、大豆製品には高いダイエット効果があることが様々な研究で証明されています。大豆製品の中でも納豆っていうのは特にダイエット効果が高い食品なんです。そして納豆のダイエット効果は主に3つあります。納豆のダイエット効果、1つ目、腸内環境が整う。納豆を食べると腸内環境が整いやすくなります。なぜなら納豆には善玉菌を増やす納豆菌と食物繊維が豊富に入っているからです。納豆にですね入っている納豆菌っていうのは善玉菌を増やして腸内環境を整えてくれます。またですね、納豆には食物繊維が豊富で、その食物繊維もですね、もう一般的に知られているように腸内環境を整えてくれるんですね。しかもですね、納豆の食物繊維っていうのは水溶性と不溶性の食物繊維がバランスよく入っているので、他の食品と比べてもですね、食物繊維の摂取源としてはおすすめになります。納豆菌や食物繊維によって腸内環境が整うと、ガス溜まりや便秘によるポッコリお腹が解消するだけでなく、腸内で作られる食欲や代謝に関わる GLP-1 っていうホルモンがたくさん作られるようになるので痩せやすくなるんです。こうしたですね、腸内環境が整うっていうことは納豆のダイエット効果の一つになります。納豆のダイエット効果、2つ目、糖質と脂質の代謝が良くなる。納豆を食べるとですね、糖質や脂質の代謝が良くなって痩せやすくなります。なぜなら納豆には糖質と脂質の代謝に欠かせないビタミン B1 と B2 が豊富に入っているからです。食べたですね、糖や脂質をエネルギーに変えるためにはその反応を補佐するためのビタミンというのが必要不可欠になります。そのですね、ビタミンというのがビタミン B1 と B2 で納豆に豊富に入っているんですね。まあ、といってもですね、この糖質とか脂質の代謝っていうのはですね、目に見えない反応なので、納豆には代謝に大切な栄養素が豊富に入ってるくらいのイメージで十分です。こうしたですね、代謝に関わるビタミンが豊富に入っていることも納豆にダイエット効果があると言われている理由の一つになります。納豆のダイエット効果、3つ目、飽和脂肪酸が少ない。個人的にはですね、これが一番納豆のダイエット効果につながってるんじゃないかなと思っています。なぜならですね、飽和脂肪酸っていうのは体脂肪を増やす脂肪だということが明らかになっているからです。飽和脂肪酸って何かっていうと脂質の種類であって、特にお肉とかにたくさん入っている脂質になります。でダイエットにおいてタンパク質ってめちゃくちゃ大事なんですけど、タンパク質を取ろうとするとどうしてもですね、肉がメインになるので飽和脂肪酸が増えてしまいがちです。ただですね、これを納豆でタンパク質が取れれば飽和脂肪酸を抑えつつタンパク質を補うことができます。で納豆ってどれぐらい飽和脂肪酸が少ないかっていうと、牛肉や豚肉の10分の1、鶏肉の4分の1ぐらいしか飽和脂肪酸が入ってないんですね。飽和脂肪酸が少なくタンパク質が取れることが納豆の一番のダイエット効果ではないかなというふうに考えています。そしてですね、納豆のダイエット効果っていうのはこれぐらいなんですけど、補足としてですね、納豆には納豆キナーゼと呼ばれる成分も入っていて、血栓の予防、いわゆるその血液をサラサラにするなどの健康効果もあります。まあとにかくですね、納豆っていうのはよほど嫌いでなければですね、食べた方がダイエットや健康のためにはいいということです。そこでここからはですね、この納豆の体脂肪を落とすダイエット効果を最大限に高めるための食べ方を5つにまとめて解説します。体脂肪を落とす納豆の食べ方、1つ目、夕食で食べる。納豆はですね、朝に食べる人が多いと思うんですが、実はですね、夕食で食べた方がダイエット効果っていうのは高くなります。なぜなら納豆を夜に食べると栄養のバランスが崩れにくくなることと睡眠の質が高くなるからです。まあ、イメージできると思うんですけど、1日の中で夕食っていうのは肉類などのおかずを多く食べてしまいやすい傾向にあります。夕食って1日の中でもメインの食事のイメージがあるので、結構がっつり食べてしまいがちですよね。しかも仕事でストレスや疲労が溜まっていると夕食をたくさん食べ過ぎてしまいやすいです。なので夕食のタンパク質源を肉類を避けて納豆にすれば、夕食で飽和脂肪酸を中心とした脂質を減らせて栄養バランスが整いやすくなります。イメージはですね、朝に卵や魚で、昼にお肉で、夜に納豆という組み合わせがカロリーも抑えられて栄養バランスも整いやすいと思います。
またですね、納豆に入っているアミノ酸が睡眠中の成長ホルモンの分泌を促してくれるんですが、その効果っていうのは夕食の時に納豆を食べた方が高いというふうに言われています。こうした理由からですね、納豆っていうのは朝に食べている人が多いとは思うんですが、夜のおかずとして食べることをお勧めします。体脂肪を落とす納豆の食べ方、2つ目、 MCT オイルを入れる。体脂肪をより落としたいのであれば、納豆に MCT オイルを入れることをお勧めします。なぜなら MCT オイルには体脂肪燃焼を促す効果が期待できるからです。 MCT オイルってのはですね、脂質の中でも体脂肪になりにくい脂質であり、日常的に摂ることでですね、脂質の代謝、いわゆる脂肪の燃焼を促してくれます。またですね、 MCT オイルってのは低血糖によるエネルギー不足を防ぐ効果もあり、夕食時に摂ると睡眠の質を下げる原因となる夜間低血糖が抑えられて、睡眠の質がめちゃくちゃ良くなるんです。 MCT オイルというとですね、糖質制限ダイエットしている人のみに効果があるというふうに考えられがちなんですが、それ以外の人でもですね、かなり有効な食品になります。特にですね、先ほど言ったような夜間低血糖で夜中に目が覚めたり悪夢を見たりする人、日中に低血糖になってフラフラするような人には効果的です。イメージはですね、納豆に小さじ半分、約ですね 2〜3g の MCT オイルを入れて食べるようにしましょう。 MCT オイルはですね、便通改善効果も期待できるので、便秘の人にもおすすめになります。ちょっとした一工夫なんですが、これだけでダイエット効果がめちゃくちゃ高くなりますので、実践してみてください。体脂肪を落とす納豆の食べ方、3つ目、メカブと混ぜる。メカブが嫌いでなければ、納豆にメカブを混ぜて食べるようにしましょう。なぜならメカブを混ぜることによって、さらに水溶性食物繊維が増やせますし、メカブにはダイエットに有効な成分がたくさん入っているからです。ちなみにですね、私はメカブがめちゃくちゃ好きでよく食べています。先ほども話したようにですね、メカブを混ぜることによって腸内環境を整える水溶性食物繊維を増やすことができます。またですね、メカブに入っているコダインやアルギン酸という成分には体脂肪がつきにくくなる効果が期待できます。そして何よりメカブって美味しいんですよね。で、メカブと納豆の割合はですね、好みでいいと思いますので、メカブが嫌いでなければですね、ぜひですね、メカブと混ぜて食べるようにしてみてください。体脂肪を落とす納豆の食べ方、4つ目、酢納豆にする。お酢が嫌いでなければですね、納豆に酢を入れて酢納豆にするのもおすすめな食べ方になります。なぜなら酢には高いダイエット効果があるからです。よく知られていることなんですが、大さじ1杯約 15ml のお酢には血糖値の上昇を抑える効果があります。酢の成分である酢酸は、食べ物が胃腸を通過するスピードを緩やかにして、糖の吸収を緩やかにしたり、肝臓に働きかけたりすることで糖の酸性を抑えたりしてくれます。実際ですね、多くの研究で食前や食中に酢を飲むと血糖値の上昇を抑えられたということが報告されています。また他にも酢には疲労回復や便通改善の効果も期待できます。なので血糖値が気になる人、疲れやすい人、便秘気味の人にはですね、この酢納豆っていうのはめちゃくちゃおすすめです。お酢の種類に関してはですね、穀物酢でもリンゴ酢でも何でもいいです。ただですね、砂糖やブドウ糖、果糖、液糖などが入っているお酢だと効果が半減するので、余計なものが入っていない商品を選ぶようにしてください。酢が嫌いでなければぜひ積極的に取り入れていくようにしましょう。体脂肪を落とす納豆の食べ方、5つ目、熱々のご飯には乗せない。納豆をですね、熱々のご飯に乗せて食べてる人も多いと思いますが、実はですね、それってのはあまりおすすめできる食べ方ではありません。なぜならさっきちょっと話に出てきた納豆キナーゼが熱に弱いからです。具体的にはですね、納豆キナーゼってのは50度以上の熱に触れると活性が弱まるってことが分かっています。まあ、納豆キナーゼってのはですね、さっきも話したように直接ですね、ダイエットには関係ないんですけど、まあ、できるならですね、同時に健康効果も得たいですよね。なので納豆っていうのはですね、その熱々のご飯の上に乗せずに別々で食べるっていうことをお勧めします。さて、ここまで話したようにですね、納豆っていうのはそもそもダイエット効果が高い食品なんですが、さらに一工夫をすることでそのダイエット効果を激増させることができるんですね。ただですね、これだけ万能な納豆なんですが、注意しなければいけないこともあります。それは何かというと、納豆は1日1パックまでにしてお腹の調子を見ながら食べるということです。納豆っていうのはですね、人によってはお腹の中で大量にガスを発生させて、逆にですね、便秘やガス溜まりを作る原因になります。シーボ、日本語で言うと小腸内細菌増殖症と呼ばれる状態なんですが、人によってはですね、納豆を食べることによって逆に腸内環境が崩れてしまう可能性があるんです。なので毎日何気なく納豆を食べていて、お腹の張りやガス溜まりを感じた時には、一度納豆をやめてみて、それらの症状が改善するかを確認し、もしですね、納豆をやめて調子が良くなるのであれば、納豆を食べる頻度を減らすようにしましょう。納豆に限った話ではないんですけど、どれだけ体にいいものでもですね、食べ過ぎには注意が必要です。どうでしたか？納豆ってのは手軽に栄養が取れるスーパーフードと言っても過言ではない食品なんですが、さらにですね、ちょっとした一工夫をすることによってダイエット効果を激増させることができるんですね。もしですね、これまで何気なく納豆を食べていた、嫌いじゃないんだけど全然食べてなかったっていう人はですね、
今回の動画を参考にうまくですね納豆をダイエットに取り入れてダイエットを加速させてもらえればなというふうに思います。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また今年中にチャンネル登録者数20万人を目指して一生懸命頑張りますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。